デロリアン DMC-12 は1981年から1982年にかけてデロリアンモーターカンパニーが製造したスポーツカー。同社によって製造された唯一のモデルであるため単にデロリアンといえばこの自動車のことを指す。映画バックトゥ・ザ・フューチャーシリーズに登場するタイムマシンの改造ベースとなった車両として知られている。 1976年10月、DMC のチーフエンジニアである、ウィリアム・ T ・コリンズによって設計された、デロリアンの最初のプロトタイプが完成した。このプロトタイプは、DSV-1、または、ドロリアンセーフティービヒクルとして知られており、シトル NCX の直列4気筒エンジンを搭載していた。しかし、このエンジンはパワーが不足しているとみなされ、 PRVV6 に置き換えられた。長い開発期間を経て1981年に登場した同社唯一のモデル DMC-12 は、イタルデザインのジョルジェット・ジュジアーロがデザインし、ロータスカーズがメカニカル設計を受け負った。このモデルで当初計画されていた12000ドルの値札から、この車は DMC-12 と呼ばれていた。製造工場はイギリス。 北アイルランドのベルファスト郊外、アントリム・ケンダン・マリー村にあった。デロリアンの最初のユニットは1981年1月21日に組み立てラインをロールオフした。労働力はプロテスタントとカトリックで構成されていたが、彼らはチームとして働くために彼らの宗教的な違いを脇に置いて喜んでいた。しかし、ほとんどの制作スタッフは経験が浅く、 そのためビルドの品質について苦情があった。1982年に品質問題の多くが解決された。全宣伝の効果も手伝って多くのバックオーダーを抱える中での販売開始となり、初年度は約6500台を販売するなど売上は好調であった。この時期はターボチャージャーの搭載や4枚ガルウィングドアの4座仕様などの 追加計画もあったが、発売価格が2万5000ドル、現在の価値で6万8896ドルドルと、高額であったことや、大量のキャンセルなどから、翌年以降はたちまち売り上げ不振に陥った。北、アイルランドへの工場誘致の条件として、交付されていたイギリス政府からの補助金が停止された。後に、炎論の会計監査も行ったアーサー・アンダーセンが、 デロリアン社の資金を社長のジョン・デロリアンが私的に流用するなどしたことを黙認していたことがマスメディアの調査などで明らかになっている。さらに1982年10月19日に社長のジョン・デロリアンがコカイン所持容疑で逮捕されるスキャンダルが発生したことにより会社は資金繰りが立ち行かなくなり倒産に至った。しかし、 デロリアンは裁判で1984年8月に無罪判決を受けた。1981年1月21日から1982年12月24日までの間に推定8975台のデロリアンが製造された。そしてこれらの車の約6500台が生き残った。リアに積まれるエンジン。バックボーンフレーム状に FRP ボディを乗せる。 構造はロータスが得意とした手法であるが、メンテナンスフリーをも狙って、外部全体をムットソーステンレスで覆った。表面は加工時のサンドペーパーの傷をそのまま残したヘアラインとなっている。なお車高や最低地上高が高いのは、当時の法的基準におけるヘッドランプの高さを満たすためと、北米の道路事情を配慮した実用性確保のためである。エンジンは、 プジョールのボルボが乗用車用に共同開発した、排気量 2849cc の PRVV 型6気筒、サイチェシーをフランスで製造したもので、これを後部に搭載するリアエンジンレイアウトを取った。このパワートレインとレイアウトは、トランスミッションの歯車比やエンジンのチューニングは異なるものの、アルピーヌルの A310V6 とも共通する。このエンジンは、 当初90度バンクの部位があった8気筒として設計されていたが1973年のオイルショックの影響で出力よりも経済性を重視せざるを得なくなりそのままのバンク角で2気筒を切り落とした経緯を持つ実用型である。あとに位相クランクピンの採用で60度ずつの等間隔爆発となるがこの当時は不等間隔爆発のままであった。 デロリアンは4輪独立喧嘩を備えている。フロントにはダブルウィッシュボーン式サスペンション、リアにはマルチリンク式サスペンションがある。4輪全てにディスクブレーキがついている。年代によってボンネットの位相が異なり、81年型はボンネット脇に2本のプレスラインが入り給油口がある。82年型は給油口がなくなっており、ボンネットを開けて給油することとなる。 83年型は2本のプレスラインが消え、一番右下にドロリアンのエンブレムがあるという特徴がある。1981年初頭のフードと1983年に発売されたモデルのフード。もともとデロリアンのリムは灰色で描かれていた。これらのリムはエンボス加工された DMC ロゴがついた灰色のセンターキャップが特徴であった。 1981年に生産が開始されてから数ヶ月後、灰色のリムは洗練されたシルバーの外観と黒いセンターキャップを備えたリムに置き換えられた。センターキャップの DMC ロゴはコントラストを出すためにシルバーに塗装されている。金メッキ仕様の DMC-12。DMC-12 DM の短い生産期間中には風変わりなバージョンも製造された。 1981年モデルの最後を締めくくったのが2台の純金パネル使用者で、1台は現在もネバダ州リノのナショナルオートモビルミュージアムに展示、もう1台はテキサス州のスナイダーナショナルバンクに展示されていたが2004年頃に撤去された。なお、最後に製造された車も純金パネルであったが、これは宝くじのような富くじ方式で一般人の手に渡った。 タイムマシン仕様のデロリアン DMC-12。デロリアン DMC-12 が世界的に有名になったのは1985年に公開された SF アドベンチャー映画、バックトゥザフューチャーに登場したことが大きい。劇中ではタイムマシンに改造された車として登場した。ガルーィングドアを装備していたことが タイムマシンのベースに採用された大きな理由だと監督は語っている。ちなみに制作サイドは当初、タイムマシンに冷蔵庫を使う予定だったが、映画を見た子供が中に入って、真似をして事故になるのを避けるために、最終的に自動車を選んだとのことである。改造には3台の DMC-12 が用意された。 1985年時点ではすでにメーカー倒産で生産されていなかった車種にもかかわらず、劇中ではマイケル・ J ・フォックス演じる主人公をマーティ・マクフライラがよく知る車として登場しており、当時のアメリカでの認知度の高さがうかがえる。映画は大ヒットし、DMC-12 は世界的に有名になった。三部作の撮影中に、 合計6台の DMC-12 が使用され、バックトゥザーフューチャーパート2の飛行をシミュレートするために、等身大のガラス繊維モデルも使用された。イタリア、ミラノの電気デロリアン。DMC-12 の修理などを行っている、スティーブン・ウィンは2007年8月、DMC-12 を再生産することを明らかにした。しかし、 近年の衝突安全基準や排出ガス規制等に合わせて設計を変更することは困難であり、再生産者では車検に適用し、一般道を走らせることはほぼ不可能なため、展示用や富裕層のコレクターズアイテム的な目的で出荷されている。スティーブン・ウィンはアメリカのテキサス州ヒューストン郊外に約3700平方メートルの工場を建設し、 そこで新 DMC-12 を再生産することを計画している。オリジナルの DMC-12 には、伝送系や配線などにトラブルがあったが、新バージョンではそれらは改善される予定である。生産台数は月20代とデロリアン社時代と比べて減るものの、ファンからの期待は高いようである。現在、すべての補給部品と現行品による新車も、 デロリアンモーターカンパニーに注文できる。また、整備、中古車の売買の仲介等も行っているようである。2011年10月、スティーブン・ウィンは、ベンチャー EV メーカーエピック EV と協力し、DMC-12 を2013年までに、電気自動車化して生産する計画を発表していた。大マケブのプロトタイプは、ヒンジで開閉するフロントのダミーグリルの奥に、 充電用プラグインソケットを持ち、フロントトランク内の左右と、旧エンジンルーム前側にリチウムイオンバッテリーを搭載する。交流 240V 電源による3.5時間充電で約100マイルの市街地走行が可能とされ、バッテリーの予想寿命は7年もしくは10万マイルとされている。ラゲッジスペースの両側、約2、3がバッテリーに占領されているが、燃料タンクや、 スペアタイヤがないため、中央部は、ある程度の長さと深さが確保されている。電動機は1機で、水冷、直流 400V、出力 215kW、5000から 6000RPM、トルク488 n ノメートル、0から 7200RPM、最高回転数 14000RPM の仕様の、ものを、リアオーバーハングの低い位置に搭載し後輪駆動する。 組み合わされる変速機は、ギア比2.65、1の一速永久固定。ファイナルドライブのギア比は3.12、1で、最高速度時速 201km、0から 60mh 加速は4.9秒と発表されている。後述する既存のデロリアンをハンドメイドで EV 化するものとは異なり、当初から EV として販売を予定していた。ジェームズ、SP ・エスピー。 ザイラストレーテッドバイヤー、S ガイド2ドロリアンオートモバイルズ、ページ16。ザカー、ヒストリー、w w w d e l o r e a n m u s e u m o r g ジョンラム、ドロリアンステンレススチールイリュージョン、ページ23。バックイン77、We w ー r e a m イ z e d by the ドロリアンプロトタイプ。 w w w r o a d a n d t r a c k c o m DMC。ドロリアン。ザ。トラブルドパストブザカザットウェントバックツーザフューチャー www.cnn.com。ジョンラム。ドロリアンステンレススチールイリュージョンページ百十二。ジョンラム。ドロリアンステンレススチールイリュージョン。ピアニッシモ八十三、八十四。日本円では。 当時の為替レートで計算すると、約1600万円に相当。ホワット・イズ・エートル・ r ース。ザ・フェデラル・リザーブ・バンク・オブ・ミネアポリス。2007年5月9日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月9日閲覧。デロリアンの歴史5分でわかるデロリアンの歴史。ドロリアン・イズ・フリード・オブ・コカイン。チャージ・バイ・エー・フェデラル・ジュリー。ニューヨーク・タイムズ。ジェームズ・エスピー。 ザイラストレーテッドバイヤー、S ガイドツードロリアンオートモバイルズ、P115-117 ドロリアンズスティルプライザローズ、アンドメモリーズ。USA Today 2021年4月2日閲覧。デロリアンについて、Here's Where the Car From Back to the Future Is Now。www.hotcars.com。デロリアン、時を超えた、復活。 ワイヤード、2016年1月29日閲覧。バック・トゥ・ザ・フューチャーでおなじみのデロリアンが電気自動車になって復活からネトラボ。IT メディア、2014年7月10日閲覧。なお、この記事によるとスティーブン・ウィンは現在 DMC の商標を取得しているとあり、プレスリリースも DMC 名義で発表されている。delorean.com DMCEV, ありがとうございます。